どうも、おなちゃんのなつでございます。ということで、発言確定ガチャ、発言確定ガチャがね、あと、残りわずかで、来る次第でございます。29日の0時から発言獲得確定ガチャがね、来るということで、ただいま2分前、ね、回させていただいております。まあ、小1分ぐらいはね、お話しさせていただこうかなと思っております。はい、ということで年末なんでね、妄想、年越しイベントが、たくさん開催されるということなので、ガチャの方を今日は動画をね、いち早くアップロードそして聞いていきたいなと。思います。世界最速で引いていきたいと思います。さあ、残り1分です。ガチャがね、目白押しで、獲得ガチャ、そして、上半期、下半期ガチャ、そして、オールスターがね、2回引けるということで、かなりのオーブが必要になるかと思いますけども、皆さんはオーブの準備よろしいでしょうか。そしてね、年始になると、超重心祭が開催されてですね、限定もね、追加されました。新しいキャラクターね、ぜひ私も狙っていきたいところですが、まあ、年始はね、とても混むので、事前にオーブを購入していただくことがおすすめ、推奨されているということですね。まあ、ですが僕がね、無課金でやらせてもらっております。今年もね、皆さんありがとうございました。ご視聴ありがとうございます。初めての方は初めましてなんですけども、これからもなっちゃんの夏を、よろしくお願いしますということで、あと30秒ぐらいかな。まだね、モンコレデルックスなんですけども、いやー、楽しみです。僕の2020年の発言獲得ガチャは一体、最後は誰が出るのかということでさ、順次になりました。はい、ということで、本日23時59分まで、今年最後、発言確定ガチャ、初獲得の星6客、ん星確、初獲得の星キャラ、6キャラ一体確定という、神々ですね、最後の最後までということで、10連ガチャ行きましょう。お願いします。持ってないやつ。出します。みんなが欲しがるようなキャラ出します。ジュズマルが欲しいです。はい。お願いします。止まれば熱いです。大凶小凶。さあ、持ってないやつ。ドン！これは一体、誰ですか？なんか、かっこいいね。誰ですか？はい、ということで、僕のね、今年最後の発言確定ガチャ、星6確定ガチャは、まずは1体目、大凶小凶。こちら、2体目ですね、僕は。さあ、獲得こちら！犬坂さんですね。はい、僕持ってないんですよね、このお方。さあ、このお方の、主に使える場所は。はい。ということで、ビーラ。ジャベルン。アーチェラ。アスタ。アシャノト23回。ということで、僕の初獲得は、犬坂さんということで、皆さんもね、忘れずに、1日の終わり、23時59分までなので、皆さんも忘れずに、引くことを忘れずにね。まあ、このガチャはですね、もう絶対引いた方がいいかなって、僕も内心思ってる次第でございますので、皆さんもね、忘れずにお願いします。ということで、今回は、発言獲得ガチャ、おなっちゃんのやつをお送りしました。また、ガチャ動画、配信、動画、お会いしましょう。お疲れ様です。ありがとうございました。